やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。高原哲でございます。ですね、基本の卵料理いろいろやらせていただいたんですけども、卵料理3選であったりとか、最近なんですけども本当にもうシンプルに卵とめんつゆだけ使いました。もうとろとろの茶碗蒸し、これも本当にも美味しくできたんですよ。ご紹介させていただいたんですけど、今回ね、意外にふわふわに作るのが難しいと言われます。かき玉汁なんていかがでしょうか。もうね、本当にちょっとのポイントで誰もがもうふわふわ、もう絵に描いたような花が開くようなふわっとしたとろっとしたかき玉汁、ご紹介したいと思います。では早速作っていきたいと思います。今回は冬でもセッターを履いているつむつむが撮影しております。でですね、今回具沢山なスープにすると卵がふわっとなりづらいので、今回はいかにふわとろに仕上げるかということに重点を置きたいので、もう具はシンプルにいきます。仕上げの三つ葉だけ、三つ葉だけでいきます。もう香りもいいので、でもこれザクザクと食べやすいサイズにも切ってください。はい、もう今回切り物これだけでございます。はい、今回は卵2つ使います。この2つをいかにふわとろにするかね。卵を割り入れて、であとはもうね、もうしっかりしっかり混ぜてください。まず全体をガーッと混ぜまして、ちょっと白身もこうね切るように、しっかりと白身と黄身が混ざるように、ここポイントですね。ふわふわにするためにはしっかりと混ぜてください。はい、均一に、はい、ほら白身もしっかり切れまして均一になりました。もう泡立ててもいいので、これぐらいしっかり混ぜてください。 OK。 はい、では次はこちらお出汁、私はカツオでもお出汁を取ってございます。お好きなお出汁使ってください。はい、カツオ出汁を入れまして、もう味付けも一緒にやってしまいます。みりん、お醤油、そしてちょっとねすごく澄んだ綺麗な黄金色にするためにお醤油少なめでお塩で、これで火にかけます。でポイントは強火でしっかりにグツグツ煮立たせるというのがポイントになります。でですね、かき玉汁を作る際、水溶き片栗粉でとろみをつける方もいらっしゃるんですけど、今回はちょっと手間なので水溶き片栗粉はもうなしにします。でですね、今回お玉を使ってスーッと溶き卵を入れていきたいと思います。細く流し入れるのがポイントなんですけど、意外にちょっと難しかったりするんですよね。お箸で伝わらせたり、あとそのまま入れる方もいらっしゃるんですけど、一気に入れてしまうとふわっとなりづらいので、お玉で2回に分けます。強火でもうボコボコ煮てください。熱々のところに細く回し入れることによって、お花が開いたようなふわふわになります。はい、グツグツになってきました。ここでお玉に1杯分入れまして、この鍋の端の方から細く溶き入れていきます。このようにふわーっと、見て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 、お花が咲いたようにふわーっと、ほらほらほら、非常に幻想的です。でここでもう一煮立ち、グツグツと煮ます。グツグツもう一回なってきましたら、ちょっと端に寄せまして、空いたところにもう一度細く、今度はもうそのまま入れていただいていいと思います。ふわーっと、はい、でもうすぐに火を止める。
見てください、ふわふわで、全体をそのままふわっと混ぜます。はい、で仕上げに三つ葉をさっと入れまして、あーいい香りで、さっと混ぜてください。こういう感じでね。 OK、 では盛り付けましょう。はい、ではふわふわ、はい、これで完成しました。ふわとろかきたま汁でございます。色も美しいね。それではいただきます。ご飯と一緒に。でもまずは、見た目で楽しみ、香り、ふわふわ、あーもう、あー優しさしかないね、ここに。もう口当たりの柔らかなことで、お出汁、お出汁もしっかり卵が吸ってます。三つ葉の香り最高。ふわふわ、見事な一体感。今回は本当にお出汁の香り、三つ葉の香り、ふわふわな卵の良さを生かすためにシンプルに卵が具になるようなかき玉をご紹介しました。あとはこのふわふわな卵に仕上げるために、あのお出汁ですね、お出汁をグツグツに煮立てていただいた方がいいんですよね。あの卵を入れた時にお出汁がこう滞留しましてですね、それでふわっと軽やかに仕上がります。なので、あの煮立ててない状態で卵を入れたり、まあ、卵を入れた後すぐにかき混ぜてしまったりすると、ふわっと感がなくなってしまって、あとはもうお出汁も濁ってしまいますので、そこだけ気をつけて、グツグツにふわっと溶き入れる、で花が咲くようになる、寄せてもう一回すぐ火を止める、これがポイントでございます。この手順の通り一度作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。